今からクラムボンのライブを見に東京ガーデンシアターに向かいます。ちょっと電車の時間が、もう間もなくなんで、急ぎ目で渋谷駅に向かっております。いや、すごい、めっちゃ綺麗な夕焼け。夕焼けにはまだ早いか。いいな、ここ。この辺いいっすね。シアター、右側。会場直前なんで、その会場待ちの行、うわ。意外に並んでるな。すげえな。入り口はね、あっちの奥の方。すごい、並んでます。じゃあ、とりあえずこの辺でカメラオフ。QR コードで買えるけど、全員が使っても大丈夫なものがあるの。ああ、ないんじゃないかそんなな。大きい。クラムボンのライブ終了しました。いやー、めっちゃ良かったね。リレーマウスが出てすげえ盛り上がってた。なんか遠慮が違ったあ、ね。そう？妙に遠慮が違った。うん、ほんと。もうちょっと盛り上げ？いつもケロケロしてるの。あ、そうだね。ノリノリなんですけど、うん。なんかすごい遠慮が。いや、けど曲調はもうデレ節だったね。ね、うん。よくすぐ分かるよね。そうだね。ということで、めちゃめちゃ面白かった。で、しばらくクラムボンは、しばらくじゃないだか、ほんのちょっとって言ってたね。なんか活動は、ほんのちょっとだけお休みするそうです。さあ、今日も走ってきます。で、今日はですね、相方さんも一緒に走ります。相方さん、他のクリフトン8を新調したので、試し履きということで、来月の、名古屋ウィメンマラソン、それに向けて靴を鳴らさないとということで、鳴らし走りをするために、今日は一緒に走ります。そして今日はこのウランジの GoPro のネックホルダーって言えばいいのかな？それを使って GoPro で要所要所、撮影していこうかと思っています。というのも今日はですね、いつもの広尾公園を、往復するコースじゃなくて、下北に向かおうじゃないかということなんで、ちょっとその下北に向かう道すがらとか撮影しておこうかななんて思ってます。まあそういうことで行ってきます。ということで、246を渡って、いよいよ、下北沢に向かって、マラソンスタート。下北までが、Google マップはちょっと風が強い。Google マップによると、4.6キロぐらいなので、普段走ってる4キロのコースよりもちょっとだけ遠い感じなんだけど、まあまあ、大丈夫でしょう。ということで、割と気楽に走れるんじゃないかと思います。うわ、この辺のマンションはどうなんだろう。そうだね。渋谷キャストができることで、あの辺にあったマンションは全部取り壊されちゃったんだけど、ここはまだ残ったままだな。キャットストリート。今日はなんかあんま混んでないな、キャットストリート。ちょっと早い桜？何桜だろう？わかんない。いいじゃない。そうかな。NHK の横通ってます。名古屋がいつ？ 3 月？3月中頃で、フルマラソン走って、で、次の週が、表参道の、ウィメンズランだっけ？前走ってたやつだよね。あれで10キロ。そうなんだ。すげえな。まあ、何も考えてないけど、あ、じゃあ、独り言ね。GoPro の手ぶれ、とりあえず手ぶれ、なんだっけな、一番弱いやつ買ってるんだけど、この、ランニング中、ガタガタ揺れるのが対応できてるかどうかわかんないや。ちょっと後で調べよう。下手したら全部使えないかも。東急本店。
もう閉店してます、東急本店。解体はいつなんだろうな。さすがにこれだけの規模なんで簡単には解体できないんだけど、まだ解体のお知らせ的なのも何もないんで、まだまだ先でしょうね。ザ・ワインって場所変わって営業中だ。3月、営業中じゃないか、まだか。3月上旬に、東急本店のすぐ隣だ。そうそう、隣で営業3月からやるみたい。なんかお店、一つ一つがさ、めっちゃおしゃれ。うわ、すごいニンニクの匂いがした。美味しそうな匂いがするよ。あ、そっか。奥が松濤美術館。ここが明大前あたり。駒場明大前あたり。なんかここも雰囲気のいいお店が多いな。駒場のハーブガーデン。こん中通っていきます。あ、ちょっと走りにくい。木道。木道走ってます。ちょっと気をつけないとずっこけそう。なんか雰囲気いいとこだね。ここは泣く虫たちのコンサート会場です。あ、なるほど、なるほど。なるほど。虫の音が聞けるコンサート会場ってことですね。そっか、ここは駒場の公園っていうところだったんですね。で、今はもうそろそろ4キロになる頃かな。あ、さっきもう4キロだっけ？なんかアナウンス来てたでしょ？あれ4キロ？過ぎた。4キロ過ぎて、途中休み休みのなのと、あとは結構スローペースで走ってるんで、1キロあたり7分40秒ぐらいのペースで、まあゆっくりと走ってます。で、いつもだったら、てか最近、朝走ってるペースだとそろそろ終わりなんだけど、まだまだ途中、下北はまだ先です。さあ、あ、こちら下北に入ってきたけどちょっと外れます。一旦降りて右に曲がって、右に曲がってこっちだ、園芸店。そしたらもうそろそろ着く。てかもう着くんだよな。ん？あった？下、ん？あ、これだ。着いた。スタートビアーズ着きました。はあ、とりあえずゴール。5.25 キロ。で、かなりゆっくりペースで走ってきたんで、1キロ7分51秒。ということで、とりあえず行きのランニングは終了。この家、うん、どこのな、バテルもあります。うん、R2D2 がお迎え。じゃあ入りましょうか。うん、スターウォーズだらけ。デススター、ヨーダ、ボバフェット、ごめんごめん、すごいな。それはスタートだもん。なんかね、ほら、なんかつぶつぶつがあるよ、ほら。うん、見えた？うん。よし、ここじゃない？半分ぐらいかな。あ、これだ。インアデイズブリューイング。なるほど。そこのココナッツアンパンスタウト。いただきましょう。はい、じゃあ乾杯。いや、甘い。うん、甘い。アンパンが分からん。あ、結構甘いな。アンパンが、うん、甘いから。うん。さすが香川県。うどんブリューイングだって。鍋焼きうどん。うどん、なうって読むのかな。その時の高い3人です。
広い。うん。月見だから。じゃあ、はい、これも、はい、乾杯いただきます。ああ、かわいいな。そうそう。月見うどん。7年ぐらい前は、はい、こういうふうに濁ったビールっていうのが、全体的に3種類ぐらいしか入ってきてなかった。それを好きな詳しい方で取り合い今みたいにね、まだまだこんなに美味しいものではなかったと思うんですけど、めちゃくちゃ美味しいですこれ。またよかったら、はい、また来ます。また走ってきます。はい、走って。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、めっちゃ美味しかった。いいお店を発見してしまった感。下北沢のスタートビアーズ、クラフトビール&ハードサイダー。いやー、これ最高のお店だね。絶対通っちゃうお店だよね。